メディアを再生するフットバックの様子フットバックとは主に足を使って直径5トル位のバックをお手玉やサッカーのリフティングのように蹴って楽しむ遊びや競技などスポーツとしての総称である。また使用されるバック自体もフットバックと呼ぶ場合がある。フットバックで使用されるバックの一例バックを足の甲に乗せた超態フットバックは1972年に アメリカ合衆国オレンゴン州で医師のマイク・マーシャルが膝の手術をした患者のジョン・スタルバーガーのリハビリのために足でお手玉のように遊んでみてはどうかと勧めたのがきっかけで誕生した。世界で最初のバッグは靴下の中に豆を詰めた手製のもので仲間内での遊び程度だったが徐々に改良を加えるうちに競技者人口が増え始め世界中で 競技大会が開かれるまでに成長した。また、当初は、ハック・ザ・サック、ハック・ザ・サックと命名したため、今でも、ハッキー・サック、ハッキー・サックと呼んでいる国もある。競技としては、等がある。フットバックの中で、最も人気があり、競技者人口が多いのは、フットバック、フリースタイルである。一人でも多人数でも行える上、競技以外にも、 単なる遊びとしても楽しめ、手軽に始められるのが人気の理由として挙げられる。競技としてのフリースタイルには、ルーティン、シュレット30、ビッグ3、ファットコンボ、シックトリック等の種目がある。ありがとうございます。